はい、どうも、今回ご紹介するのはこの盤上用のスタンドです。普通のギタースタンドとどこが違うのか、まあ、見た目はねほとんど変わりませんけど、ちょっと若干小ぶりかなという感じなんですが、普通のギタースタンドに、盤上を置いてみます。ちょっとこっち分かりやすい方をするんですけども、このように置きますと、5弦盤上というわけですね。リゾネーターがついたこういうマスタートーンスタイルの盤上の場合は、前の方にね、トーニングとか鉄の部品がたくさんあります。前の方に、下の前の方に重心がかかっているので、このように非常に不安定です。ね、ギターですと、しっくりね、ぴったりこう、ぴったりというか安定していることができるんですけども、盤上だとこんな風になっちゃう。でライブの時なんかに、ライブハウスでね、そこに置いてあるスタンドの中で、こういうことして、まあ、後ろにこかすように置いたりする、こういう噂もあるんですけども、もうこれで OK な方は普通のギタースタンドで OK なんですが、これじゃあまりにもね、見た目が、まあ、後ろに何か面白い絵でも描いてはいいんですけども、で、ここで工夫したのは、この盤上用に、ちょっと改造っていう工夫した盤上用スタンドです。これ置いてみます。ご覧のように、ギタースタンドに比べると、この角度がきつめに、セットされてますので、で後ろに重心かかりますので、こうやって前にこけることはありません。どういう工夫がしてあるかというと、ちょっとカメラさん寄ってみてください。普通のギタースタンドはまあこんな感じなんですけども、この盤上のここにビスがね、売ってまして、このビスの締め具合といいますか、出し具合でこの前の2本の足の角度を調節することができます。それとここの支えるね、根っこを支えるこの部分なんですけど、ここが、若干短めにしてますので、この安定して盤上を置くことができると、これは、まあ、市販のギタースタンドを改造することでこういうふうにできるんですけども、ご希望であればこういうふうに、改造を施したものを、適か格安でお分けしたいと思いますので、ぜひまたご利用ください。以上、盤上スタンドでした。